普通の主張代で思い浮かんでくるお父さんについてっていうのはですね、お父さんについての規制概念、それから、お父さんの表面的な場面とか、それらを過剰なグリーンですね、ダーッと出しておくと。ところが債務の状態になってくると、お父さんと一緒に過ごしたさまざまなシーンとかイメージがですね、どんどん出てきまして、で、なんか場面が出てきたりとか、心の内が出てきたりとかですね、それからさまざまなお父さんとのエピソードが浮かんでくるとかっていうような感じになってますね。ですから、二人ともですね、ちゃんとこういう感じが入っているということになって、ちゃんと債務の状態になっているという感じです。これで、これをですね、ビジネスとかプライベートにどういった役に立つかするかというと、例えばビジネスシーンなんかですと、何か、いい商品のアイデアとか、なんかいい企画のアイデアを、練りたいといったときにですね、普通の出張代でそれを考えても、やっぱりこれまでの規制概念とか、業界通念に縛られたアイデアしか浮かんでこない。ところが債務の状態になってくると、自分がですね、その企画を、実際に通してですね、何かその企画が行われているようなその場面のイメージがですね、あり得ると浮かんでくると、それからそこに来ている人たちの心情とかですね、が浮かんでくると、でそんなものでですね、そのより、臨場感あふれたですね、それから現実に沿ったものをですね、提案することができているか、あるいは商品開発などですと、これまでの業界通念に取られてしまったですね、ものしかアイデアが浮かんでこないんですけども、実際にいろんなユーザーがそれを使っているところをですね、さまざまなイメージであり得るとイメージすることができるんで、非常にですね、ユーザーフレンドリーなものを作ることができるって感じで役に立つんですね。だから結婚とかそういうのになってきますと、あの人にそのプレゼントをするにはどうしたらいいのかというと、データとしてのその人が好きなものとかっていうのしか浮かんでこないんですけども、実際にその人にあげてですね、喜んでもらっている様子をイメージしてすることができるんで、より最適な、それからあといろんなこれまでの言動がですね、どんどん浮かんでくるんで、より良いものをですね、選ぶことができるということで、非常にこの、普通の主導体で考えるということも重要なんですけども、こっちの状態になるとですね、より良いアイデアをですね、思い浮かべることができるんで、非常に役に立つということですね。